My Garage Life 元グッズです。1982年製のイタリア最古のメーカー元グッズルマン3、当時の法規制で駐車中でもハザードを出さなければならないなど、電気系はキーを抜いても動作してしまうし、パワーは84馬力もあるけれど、充電には常に気を使わなければならない。他にもネガティブはあるが、それでも乗る価値はあるのか、何が良くて古いバイクなんて乗ってんの、その理由をお話ししていきたい。ガソリンコックをオンにしてキーを差し込み、加速ポンプを動作させるために少しアクセルを煽ってやり、ガソリンをキャブレターに送る。スターターボタンを押してやると、まるで生き物みたいな機械が目覚める。特徴的に左右に張り出したヘッドは縦置き V ツイン、純正のラフランコーニのマフラーはなかなか良い排気音を弾き出す。トラクションコントロールも ABS も当然なくて、フロント100-90-18、リアは110-90-18、今となってはこの細いタイヤは重いキャストホイールに巻かれていて、この重さが高速走行でのジャイロ効果を生み出して、当時矢のように突き進むなんて言われたこいつの個性を今でも感じさせてくれている。84馬力 7.6kg のパワーは今の時代でも十分かもしれないし、リノトンティというレーサーが作ったフレームは鉄そのもので微振動をよく吸収してくれていて、でも近代の剛性感には劣る。この時代くらいまでだろうか、車やバイクが人によって作られ、その個人の人生や個性が機械に現れているのは、リノトンティという一人のレース好きの男は自分の名前でレース用の車体も販売していたが、このルマンが最後のヒット作ということになったんだろう。ツーリングに出かけてこんな古いバイクに乗っていて最高なのは、当時のそうしたこいつに関わったさまざまな人間のドラマを想像しながら、そして前のオーナーと今の愛車とのドラマを考えたりしながら走れるってこともあるだろう。一体どんな景色を見てきたんだ。生まれ故郷のロンバルディアの空を映したはずのこの赤い塗装や、今は亡くなってしまったこいつの前のオーナーとの出会いと旅。アクセルを開けると強烈に右に引っ張られるように傾く。それは右側に一直線に引かれたドライブシャフトの回転によるものだけど、これがなんとも味と癖があっていい。鋳鉄ディスクはブレンボでも今となっては心もとない制動力だ。だけどちょうど車のブレーキがそうであるように、踏み込んでから先にある足の感覚で速度をコントロールするように、握ってからその先にある感覚で速度をじわりとコントロールしていくのが何とも楽しい。クラッチは鑑識で、今時のものとは違ってしっかり一段ずつ入れてやらなければならない。これを説明すると、全ての段数の隙間にニュートラルが存在している感覚だ。しっかり蹴り上げてクラッチをつないでやらないとギア抜けを起こすので、そのタイミングやリズムは正確さを要求してくる。ワイヤードなアクセル、クラッチがもたらすズルッとした音が出ているかのような感覚、生き物のような振動が速度とともになくなって、イタリアの工業製品らしいまとまりのある排気音とともに
気持ちよく回るモーターのように回転し始める。ベリアのメーターはよく言えば夜に怪しくほの暗く光って、なんともセクシーだ。でも決して見やすくはないし、ヘッドライトだってとんでもなく暗い。過去最高だったものは現代ではある意味では平凡な性能か、もしくはそれ以下なのかもしれない。現代の便利さと対極に存在する過去の異物が僕らに感じさせてくれるものがあるとしたら、それはそのものが持っているドラマと人間の感性に訴えかけてくる大量の情報だ。だってそうだろう。こいつが作られた時代は究極まで人が感覚を研ぎ澄ましてバイクに乗って、その人のセンサーに危険や現在の状況を教えてくれる機械が素晴らしかったのだから。何も感じさせずに機械が全て代わりにやってくれる高性能は素晴らしい。それに疲れないし安全だ。だけどもしあなたが古いこんな生き物のような機械に興味を持ってしまったら、それは病気にかかったと諦めて乗ることをお勧めするよ。現代でも悪くはないさ。でも決して最高なんかじゃない。ここにあるのは過去最高だったものの一つだっていう、ただそれだけのことだから。